おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。今秋田浩二副会議員からお話がありましたように、ただいま参議院の方で予算委員会が開かれております。私も先週の火曜日、予算委員会の質問に立ちまして、安倍総理に質問をしてきたわけでありますが、その内容は、一つにいわゆるこのアベノミクス、この3本の矢によりまして景気が回復傾向に向かっているということは事実でありますし、安倍総理の、これは功績であると思うわけでありますけれども、この先消費税が4月から増税が予定されております。そういうことを考えますと、今の景気も消費税を見越した上での、前倒しの需要というものもかなりの部分あるわけで、その分が4月以降落ち込むということは当然予想されます。そのためにその落ち込みを食い止めていくためには、安倍さんになって景気が良くなってきた一番の原因は公共事業、政府の支出をどんどん増やしたと、これが今までの政権と決定的に違うところであります。従いましてそれを十分に存分に使っていく、そういう計画を立てなければならないではないかということを申し上げてきたわけです。特に、この2001年に小泉政権が誕生しました。自民党の政権ではありますが、まさに自民党をぶっ潰すというキャッチフレーズで総裁になられた方が取られた政策というのは、自民党だけではなくて日本を潰したんではないだろうか。2001年にこの小泉政権が誕生して、そしてその下で経済担当大臣として竹中平蔵さんが指名されました。この竹中さんの下で今まで経済企画庁が使ってきたいわゆるマクロ経済モデル、この仕組みが変えられてしまった。 IMF 型と言われるモデルに変えられて、この経済だけではなくて財政と連動させて考えるんだ、そういう仕組みが取り入れられたんです。聞いていますと正しいように思われるんですが、実際にはこのモデルには大きな欠陥がある。それは何かというと、この IMF 型のモデルというのは、要するに当時アジア通貨危機というのが起こりました。90年代にアジアが一挙に経済が過熱して大きく成長いたしたわけでありますけれども、その大きなものは外資による、この企業誘致であったわけです。しかしあまり急激に経済成長しましたから、これがバブル現象を起こして外資が今度は引き上げにかかる。そうすると一挙にそのそれぞれの通貨が売られてしまい、大変な不況に陥ってしまったわけですが、それを助けるために乗り出してきたのが IMF 国際通貨基金と呼ばれるものであります。この IMF はそれぞれの国に入って財政顧問として、まず過熱しているインフレ経済を沈静化させなきゃならない。政府の支出もどん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 伸ばしていってるけれども、それによって国債を出してるじゃないか、だから経済財政が悪くなった。でこれ沈静化させるためのモデルとして IMF モデルが作られたわけです。それは要するにインフレを抑える、政府の支出を抑えてできるだけ過熱した景気を沈静化させる、これが目的なんです。従いましてインフレを抑えるデフレ傾向に持っていくための、その指標を作るための経済モデルをデフレで困っている時代の日本に使えばどうなるかと、デフレがさらに加速するわけです。それが一番の証拠に、この IMF 型のモデルを使うと、政府が例えば今の日本デフレから立ち直るために公共事業を増やしていこうと、こういうことになるわけですけれども、公共事業を増やしていくと普通の経済モデル指標ではどんどん経済が成長するという答えが出てくるわけであります。ありがとうございます。しかしこの IMF モデルを使うと公共事業を行っても景気は良くなりません、悪くなります。こういう形になる。しかしこの日本で使っているさまざまな経済モデルがありますけれども、こんな答えを出すのはこの政府の使っている経済モデルだけなんです。でこれではダメだろう、もっときっちりアベノミクスの効果を遺憾なく発揮するためには、この経済モデルを変えていかないと、機動的な財政出動が一番景気に大きな力を発揮しているのに、
それを継続して使うことができない、そういうことになりかねませんよと、まあ、そこをしっかりと私は説明をしてきたわけなんです。そしてその上で、それじゃあ一体その上で何をすべきなのかというと、今言いましたように公共事業投資、まあ、これは一番大きな経済成長をもたらすわけでありますけれども、無駄な公共事業はする必要ないけれども、これから必要な公共事業いくつもあります。まあ、一つに防災減災、これは大変重要なことですけれども、私はそれと同時にもう少し夢のある先に対して日本人が希望を持てる、まあ、そうした公共事業も必要だということで、この中央リニア新幹線、これを慣れた関空エクスプレスとして実施すべきだということを提言をしてきたわけであります。で、中央リニア新幹線は、まあ、この JR 東海が事業主体となって行っていく、まあ、すでに東京名古屋間は事業を行うということがもう決まっているわけであります。しかし名古屋から大阪の間は、これは財政負担が厳しいから、しばらく経ってから、この東京名古屋間ができた後しばらく経ってから行う、ですから実際に出来上がってくるのは今からも30年以上後になってくる。そうなりますと、これはなかなか今の世代の方々にとっては希望とは言えないわけなんです。で、私はこの東京で直下型の地震が起きてくる、さらには東海東南海、まあ、こうした大きなプレート移動による地震が起きる、津波も起きる可能性がある、そういうことがこの 2,30 年に起きると言われている今だからこそ、むしろもっと前倒しで、また国が主導してそういうものに備えるための措置としても、つまり防災減災、まあ、そういうための措置としてもこの中央リニアを考えるべきだと思っているわけです。そしてこの中央リニアでは JR 東海がするというのは、そもそも本来これは国がすべき事業なんですけれども、国が財政なんだ、その一方で JR 東海は事業に事業収益もいい、まあ、そういうところでじゃあ国に代わって JR 東海がやりましょうということで始まっているわけですけれども、本来この国土軸を作る大きな政策は国が関与しなければならないのは当然なんです。で、そこで私が申し上げたのは、この中央リニアというのを関空から成田までつないでいく、そういう計画にして実施をすべきだということを申し上げてきました。で、今まで、まあ、関空、これは近畿圏のまた玄関口として初めての24時間空港としてできたわけでありますけれども、実際にはなかなか利便性が悪いわけです。この地域に行くのに京都からですとやはり1時間半ほどかかってしまいます。で、それに比べて伊丹空港というのは1時間足らず40分程度で着きますから、これはもう圧倒的に利便性がいい、まあ、そういうことからこの観光の利用率というのはなかなか上がらないわけです。まだ加えて伊丹空港というのも本来観光ができましたらこれ廃校にする、町のど真ん中にありますから、これは危険極まりないし騒音被害も大変だということで廃校にするという前提で関西空港が作られたんですけれども、これもこの関空の利便性の悪さ、そしてそういう事情から関空自体も未だに使われている。で、そのために近畿全体としてこの航空の路線が十分に満足に機能しない状態になっているわけなんです。で、そこで私はこの観光をリニアとつなぐことによって、また首都圏の玄関口である成田とつなぐことによって大きなこうした問題が解決できるということを提言してまいりました。まずは成田関空エキスプレスにしますと、この成田関空間、まあ、首都圏間が、まあ、1時間足らずでどこからも行けるわけで、成田空港に降りても今ですと1時間以上かかりますけれども、これがもう10分かそこらで着いてしまいます。また関空におりましても1時間余りでこの都心に着いてしまいます。つまりありがとうございます、今の成田空港ぐらいの利便性で関西空港が首都圏に直結できるわけです。これはもう大変大きな意味合いを持つことになります。で、東京は成田そして羽田2つの国際空港ありますけれども、たくさんの需要があるにもかかわらず航空路線の発着枠が足りないわけです。また成田の方は利便性が問題だと言われているわけです。で、そこでこの
高校を結ぶことによりまして、首都圏のこの渋滞は一挙に解決できますし、むしろ大阪につきましても関西空港につきましても1時間余りで首都圏まで行けてしまいますから、まさに観光についても中部国際空港についても首都圏に着いたのと同じ意味合いを持つようになるわけです。これはものすごく大きな経済効果をもたらします。そしてさらに成田と関空を結びますと、大阪東京の間のこの飛行機はもう飛ぶ必要がなくなります。でそのことによって何が起こるか、この航空会社も何も文句言わないんです。なぜかというと、その空いた分のこの滑走路の枠、この空港の枠を国際路線や他の便に使うことができるからなんです。でそのことによってますます空港とこの鉄道が、高速鉄道がリンクすることによって一層利便性が良くなってまいります。世界に大きく開かれた玄関口が、それこそ首都圏から中部圏、そして関西圏と大きな地域を一つにして結ぶことができるわけです。これはもう画期的なことであります。で今まで、こうした航空、そして鉄道、高速道路、これを一体的に運用することの重要性は皆が分かっていながら実際にはやってこれなかった。それぞれの権益がぶつかり合ってきたわけですけれども、今こそこの防災減災という意味からもこれやるべきなんです。そしてそれがもたらす経済効果というのは計り知れない、そういうものがあると私は確信をしております。さらにもう一つ大きな問題は、これはもう二十数年前からずっと言われ続けてきたことですけれども、いわゆる首都機能の移転ということです。東京の過密、これが大変だということが言われてきたわけです。そしてそれを分散させるために、また過密を分散させるだけではなくて、防災減災の意味からもこれ以上東京に集中投資をしてはならない、そのためには首都機能をよその地域に持っていくことが重要だと、これはもう随分昔から言われてきたことなんです。ところがバブル経済が終わってしまった後、こうした大きな国土計画、これは一切もう検討されなくなりました。かつては今国の一番大きな問題だと言われてきた問題が、結局バブルが終わると民間事業もどんどん縮小されてくる、公共事業もそれに合わせてどんどん縮小させる、そういう機運になってしまいました。そして製品の指導だということで、結局は国土計画が機能せずに民間に任せてしまう。で民間に任せていくと、これはもう首都圏に建て替えで容積率をアップしてどんどんビルを建てる方が結局は小さな予算でできるじゃないかということで、こうしたことが都市の再開発として使われてきたんです。結果的に東京は人口どんどん伸びてきてしまいます。高層ビルがどんどん建つ。しかし東京は確かに発展しているように見えますけれども、これはまさに砂上の楼閣に過ぎないと私は思っているんです。毎週東京に行って思うのは、東京では本当にあちこちで土音高く響いて新しいビルが建て替えられています。でそれは東京の発展の象徴のように見えますが、この東京のように海からすぐに近い海抜数メートルの地域でこんな建物をどんどん建てていったときに、津波が来たらどうなるのかと。建物は耐震性十分で倒れなくても、現実には地下街に水が入りライフラインが途絶え、事実上これは陸の孤島となってしまう可能性が非常に高いわけです。でこれは本当にまさに砂上の楼閣で、これでは首都圏が安全性は非常に、私は首都圏の安全性は低いと言わざるを得ないと思うんです。ありがとうございます。そしてさらに問題は、こうしたことが続けていくと首都圏ばかりに人が集中して日本全国のこのトータルの発展というのを阻害するようにもなって、でそういうことを考えましたときに、やっぱり国土計画をしっかり作って、特にその一番の柱として首都機能移転というのは勝負の急だとずっと考えてきたわけでありますけれども、そんな中で中央リニア新幹線構想が出てきたわけです。私はこの際中央リニア新幹線を成田関空エクスプレスとして行い、そのことによって首都圏と関西圏が一体化になるだけではなくて、そこで空いてくる伊丹空港の敷地です。伊丹の敷地を
そのまま廃校にして首都機能の用地として利用することが一番これは手っ取り早く、そしてまた一番現実的な私は方法だと思います。この国有地でありますから、ここをそのまま使いますと用地買収いらないわけでありますし、さらにここにはすでにインフラが十分整っている。そして先ほど言いました成田関空エキスプレスができますと、ここにできた首都機能、移された首都機能は東京と一体的に運用することができる。まあ、長い間この関西圏の地盤沈下言われてきましたけれども、これをもう一度食い止めて一挙に耐震性を高め、強いリダンダンシーの高い国土を作っていく。そしてこの京都も含めた関西圏がもう一度復権する大きな大きな私は足がかりになると思うわけでございます。まあ、そこをぜひやっていかなければならない。まあ、こうしたことを総理にも訴えてきているわけであります。でその後自民党のこうした中央リニアの特別委員会が立ち上がりまして、私もその中で申し上げてきた今の話を提言してきているわけでありますけれども、まあ、自民党の中では今とりあえずこの大阪と東京間、これ同時発注で名古屋だけではなくて大阪も含めた同時発注ができるようにこれやっていこうと、そのためには一つ予算をつけなきゃならない。そして私が言っているもっとより大きな計画、これも当然考えなければなりませんが、これをまず大きな計画を考えながら、そのどうしてればこの大阪東京間を同時開業できるか、まあ、これを2段階に分けてやっていこうじゃないかということが、まあ、提言されてきたわけであります。私もぜひそうした方向で現実にこうした事業ができるように頑張っていきたいと思っているんです。さてそんな中で私は京都におきましても、これをしっかり捉えて街づくりをしていただきたいと思うわけであります。まあ、京都はこの高速道路というのが名神高速道路しかなかったわけでありますけれども、まあ、この名神高速道路ができたのは昭和39年のあのオリンピックの時に合わせて作られたわけであります。でそして今からもう数年後、2020年には東京オリンピックが2回目のオリンピックができるということですから、私たちもこの2回目の東京オリンピックに合わせて新しいこの国土軸をしっかりやっていこう。今の中央リニアもそうでありますけれども、京都においてはこれはいわゆる京都縦貫自動車道が来年にはこれ完成します。北の方と南の山城地域、これがもう1時間で結ばれてくるわけでありますから、これ非常に大きなこれ経済効果をもたらしてくれるでありましょう。そしてそれだけではなくて、まあ、この京都新しく南の方に伸びるこの高速道路が京都高速が出来上がりましたが、このおかげで大阪に行くのにも宇治や伏見に行くのにも随分時間短縮ができました。しかし残念ながらこの我々の地域から北の方に行くのにはそうしたバイパスが高速道路がないわけです。でもともとこの高速道路計画があったわけですけれども、京都市ではそれをもう取りやめる方向で検討していると言ってますが、私はこれとんでもないと思います。今こそもう一度これをやらなければならないんです。例えば中央リニア新幹線、まあ、京都市長さんは京都駅に持ってきたいとこう言っておられますけれども、もちろん京都駅に来れば一番いいわけですけれども、これは JR 東海の事業が先ほど言いましたどういう形になるかまだ分かりません。しかし少なくとも関空に結ぶということができるようになりますと、これはかなり京都駅に近いところにできることになるでしょう。でその時にできた時にこれで京都は終わりではないんです。ここから京都市がやらなきゃならないのは、例えば京都のその新しい駅から宝ヶ池まで高速道路でつなぐ。でこれを高速道路でつなぐと言いますと、当然これは景観の問題出てきますから、地下でつないでいくという方法がいいでありましょう。まあ、そういう形で宝ヶ池までつないでいくと、宝ヶ池までこれはほんの10分足らずでついてしまいます。でそうするとこれまさにリニア新幹線で関空から東京から外国のお客様が来られる。そしてそれに来るのがほんの東京からも1時間、関空からも15分、それぐらいの時間で来る。そしてさらにそこから
高速道路に乗ってしまうと宝ヶ池の国際会議場まで10分で着く。でそうするとこれはまさに今度国際会議場は建て替えして大きなこの会議場5000人収容の会議場を作ると言われてますけれども、まさに京都が国際コンベンションシティとして大いにこの飛躍することができるシーズを作ることができるわけです。そして、まあ、今まで、まあ、悲願であった、まあ、このサミットを京都でやりたい歴代京都市長が言っておりましたけれども、なかなかこれできなかった。その理由は何か。これはまさにセキュリティの問題なんです。そして交通の利便性の問題なんです。空港から遠く離れている。そしてそれを要人を警護した状態で会場に無事到着させる、これにはなかなか大変だよ。それがなかなかサミットが誘致できない一番の原因だったんですけれども、関西空港と成田を結ぶ成田関空エキスプレスとしてこの中央リニアを作り、そしてその駅から宝ヶ池までこの高速道路をつないでしまうと、こうしたことが一挙に私は現実を身を帯びてくると思うんです。しかもこれはサミットをするためだけではありません。まさに京都のこの交通網といいますのは、東西の方はこれは名神高速道路、そしてさらには京都高速でつながっていますけれども、南北ラインというのは実は今まで一つもなかったんですが、これで一気に南北ラインができます。でこれによりまして京都市のインフラはほぼ完成に近い形に私はなると思うんです。でこれが京都にとりまして京都100年の計として絶対に行わなきゃならない、これから一番大きな問題だと思います。まあ、そういうことも含めこうした問題不死を強調しながらやらなければならないわけでありますけれども、今年の4月には京都府の知事選挙が行われたわけであります。我々自民党は山田圭司さん4期目の選挙になりますけれども、自民党の中で区議会の中で議論をしていただいて、これはもう山田さんしかいない、こういう結論を得たわけで、いち早く選挙対策本部を立ち上げているわけであります。そしてこの20日からその選挙戦が行われるわけでありますけれども、山田知事そして軽川市長さん都市が協調できる、そして国の我々自民党が中心となる政府ともしっかりと協調できる、まあ、こうした三位一体の体制によって初めて先ほど言いましたように中央リニアエキスプレス、そしてさらには新しい京都の街づくりが前に進むと思うわけであります。まあ、そういう意味でぜひともこの知事選挙におきましても大きな皆様方のご支持をお願いを申し上げたいと思っております。今日の私の街頭遊説はこれで終わらせていただきますが、引き続きまして今申しました知事選をはじめ京都の情勢につきまして秋田浩二副会議員よりお話をいただきますので、今しばらくのご静聴をお願い申し上げます。